こんにちは、天の仕事道具店です。私は今社会人6年目なんですけども、1年目の時に使っていた業務のメモノートが出てきたので、そちらのメモ帳の紹介と、このメモ帳本当にとってもよくって、そのおすすめポイントを5つ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのノートなんですけども、メーカーはアトマさんでいいのかな？ものになっています。ノートの表表紙はこんな感じでロゴが右下に入っていて、裏も同じ生地でできています。これすごい手触りが良くて、なんだろうな、厚紙と段ボールの間みたいな手触りになっています。結構雑に扱ってたんですけども、そこまでボロボロではないので、耐久性はかなり良かったんじゃないかなと思います。で、ちょっと変わった後ほど紹介するんですけど、リングノートみたいなものになっています。では早速おすすめポイントを紹介していきます。まず1つ目。1つ目なんですけども、ノートのサイズ感。このノートは、サイズで言ったら、なんだろうな、ちょっとサイズ測って、この辺に載せておきます。こちらです。手にすごい収まりが良くって、メモを取るときって、新卒のときって先輩のデスクの後ろとかに立って、こう急いでメモを取ると思うんですけど、こう立ちながらでもしっかり片手で包み込めるので、メモが取りやすかったです。はい。では2つ目を紹介します。2つ目は今ちらっと見れたと思うんですけども、この中が方眼になっているところです。私、基本的に仕事用のノートは方眼のノートしか使わないんですけど、なんだろうな、アイディア出すときとかは無地のノートとかも使うんですけど、方眼のノートの何がいいって、定規がいらない。こうまっすぐ線を引きたいときとか、そういうときに定規とか使ってる時間は社会人になるとないと思うので、右横こうちゃんと揃ってる方眼を使うと、なんとなくこのページの中とかも綺麗に見えるような気がして気に入っています。はい。では3つ目です。3つ目は、このノートなんと実は、こうやって取り外しができるようになっています。で、戻せる。すごいですよね。取り外しができることで、ミスってもね、捨てられるし、なんか取り外して、これだけでこう、メモを取るのもすごい便利だし、その後こうやって戻せるのもすごく便利で、すごく重宝していました。はい。では4つ目。4つ目なんですけども、さっきこう、片手ですごく持ちやすいよって話したと思うんですけど、例えば、こうやってメモを取るときって、リングノートとかだと、ここがすごい手に当たって、ここまで書けなかったりとかするんですけど、この端っこまでね。でもこれは、これ見てもらうとわかるんですけど、ほぼ平らになるんですよ。例えば、最初の方のページを開いたとしても、ほぼ平らだし、真ん中あたりのページを開いたとしても、ほぼ平らだし、最後の方のページを、開いたとしても、ほぼ平ら。それのおかげで結構全然ここまでメモが取れたり、手が当たっても全然痛くないです。なのでこれはすごいお気に入りのポイントです。はい。で、最後のおすすめポイントは、角が R になってること。すごい角が丸くなってるんですけど、これ何がいいって、カバンの中にポーンって置いて、なんだろうな、雑に扱っても、引き出しの中に入れても、そんなに、なんだろうな、傷んでこないというか、ここがとんがってると、すごいその角が当たって、そこからこうボロボロになってここが剥がれたりとかするんですけど、これは全然もう、角が最初から丸いので、見えるかな。角がすごく丸いので、全然、なんだろう、痛みが少ないです。はい。以上5つが私のおすすめポイントでした。参考になれば幸いです。